中世国家と幕府財政ということで、久水利和さんの同一の長を用いる公務共同の財政構造と、年貢などの高齢の財源と、それから臨時のための臨時税などがまず徴収構造、つまりあの収入の部ですね、収入の部はこう2つ。で、支出は、まあ、新納物の消化、支出手続きの作法、支出の傾いて公部がどの程度権限分担しているのかと。で、この公部の権限分担なんですけれども、 これについては、公部共同の財政構造が出来上がっていうのは室町時代の特徴であると。室町時代というのは、この公部共同、つまり同一の帳簿を用いるというのが特徴であると。要するに、は一体化ですよね。公務の一体化というのは財政にも及んでいると。中世前期、朝廷単独の習金法は衰えてきているということがまず前提です。 中世前期までの国家財政というのは、年中行事などの、まあ、そんな大きな費用じゃない、普段のやつは国役で賄われていると。国ごとに課せられた年貢等で賄う。で、例えば、大乗祭とか即位礼とか、そういうような大きな行事が起こった場合は、一国平均役を取ると。で一国平均役というのは、現地状況を一切考慮しない。 とかか平均薬ですからね免税特権があって不公平であるというのはあるけども効率的であったと。効率的であったと。ただこういうシステムが鎌倉時代に衰えていくわけです。世の中の乱れとかいろいろありますけども結局武士、まあ武力持ってるものが強いと。で武力を失った朝廷はこれがなかなかまくらかなくなると。そこで情号というものがまあ よく出てる情報が発展するのは鎌倉時代と。さらに、それでも足りなければ関東オトブライと。この関東オトブライとは分かりやすくと、幕府からの助成金ですね。これが一国平均額の代行、つまり一国平均額がうまく取れなくなってくる。そしたら、まず朝廷は官職と与える見返りに情の危金を取る。これは情報ですね。こういったものにシフトしていくと。さらに関東オトブライに依存すると。室町時代になると、 これがさらにいいろろ変わってきます丹泉や国役など、朝廷の付加徴収する国税の権限が室町殿に動いていく。土葬、酒屋役、そういったものが室町殿の大きな収入の柱になると。で、家吉の土一揆、土一揆による、えー、酒屋土葬の衰退。これが朝、ま、廷、あ、にとっては大きなあ,のあれだったと。 こういったものによって武家オートぶらい。これは室町の蔵のです。で、この室町の添えはそのまま金利三らに贈、えー、られます。それから丹線、丹ごとのですね、これは主語が徴収し、九方九蔵に贈られます。ちなみにこれが三ら。私、蘭さんの天皇ではお蔵と振っちゃったわけですけども、それは言葉のが悪いということで、<laughs> いや、確かめるわけですね。こちらはお蔵ですね。九方はお蔵で。 金利はミクラですね単線を取ってで奥公山さんサイドがこのクポークラから何かもらうときにはまんどころに申請を行ってもらうという形で金利ミクラそれからクポークラこう2つの財布があって金利ミクラというのは天皇家のクポークラというのは足利将軍家のそれぞれまあ財布通貨を こういったところに一旦収められているんですが、クポークラから結構あの、朝廷のお金も出ていると。中世後期、室町になると公務になってきます。まず代行で、単線がいつからじゃ代行されたのか。公務それぞれの財政機関からの決裁は公務共同執行体制であると。で、幕府から朝廷において不可徴収を行ってみて、不足分を武教徒ぐらいでやっていると。 例えば、昔はそうすね、幕府から朝廷で、あのまあ、不可徴収を幕府が取って、朝廷に送ると。復可徴収。幕府が朝廷側で徴収すると。で、その不足分を武家とぶらいにすると。例えば、国皇後の即位令は、まあ、即位令で金がかかったんで、武家とぶらいで行ってます。武家が、まあ、出費してます。 ご縁友になりますと、幕府が即位単線を取り立てています。さらに守護出線が行われて、守護からの寄付金で賄われているということで、まああの、朝廷の幕府への依存が進んでいるわけですね。守護出線は1346年から行われているということになります。だから、まあ、この頃から幕府が代行するようになっているということがあります。証拠の即位例では、 即位単線と守護出線が徴収されて、それがは使われていますで。日常の儀礼、こういうふうにあのは即位単線とか即位礼は幕府,から幕府が代行する、あるいは幕府が代行しているということが多くなってきます。最初は武家音ぐらいでやったんですが、そのうちに幕府が臨時税を取り立てると。日常の儀礼、小さな細々した日常の儀礼企業に関しては天皇系の荘園役人役から取っているので、幕府はこれにはタッチしないと。 まだ朝廷独自の財布も一応存在していると。で、この金利御料、この天皇家商のこ金利御料の、この金利御料も昔室町幕府はバックアップしていると。この金利御料の相続の保証は室町とのんであると。金利御料って結構、やこしくて、伏見宮家と天皇家、金利との間のやり取り、ここであまり説明されてませんけども、まあ、ざっくり説明すると、あれですよね。 もともと金利五領とか、それとも全部、スコウ流が持ってたんですけども、という、歪んだ形だったんですね。五黄言というのは、ガチで、これ、いや、調べてみたら分かるんですけど、これ、五黄言、五英雄、五小松、どんない人ってやろうっったら、全部幕府から頼ってるわけであって、金利五領って基本的にスコウ流が持ってたんですね。で、義満は、スコウが死んだときに、全部取り上げて、それを全部五小松で引き渡したと。 いうこととかなと思ってますで、その中から、義満が死んだとに少しずつ取り返していると。で、義時の時に、この辺がまたガラガラっぽいになって、五穀松の遺族から取り上げて、伏見宮家と御花園天皇の両方の財政基盤を強化するという形で行われてるんですね。天皇家の財政、どの手度あるのかと。伏見宮家っていうのは全部で2億円ぐらいか。であの 酒、昆布、くじは500巻やったかな。で全体で言ったら2000巻ぐらいなんですけど金利に関してはどれくらいかやったら、あの結構いろいろあって、金利5両、卒文書、金山、銀山、九五人、こういったものなどから合計7500巻らしいと。現在の改革、改革7 5000万円ぐらい。なんで、伏見宮家の、えー、ざっくり3倍ぐらいですね。3倍強という計算になります。3倍強。 伏見宮家2000巻ぐらいやったんだよ、私の計算では。7500貫ってったこれ多分御花園天皇の頃。これあのものすごく変わりますね、この金利五料っつうのも。もともと伏見宮家は全部持ってたんですからね、これ、全部。で、土葬栄えの風に成功した吉光というところですけど、吉光はどうやってこれに成功したのかというと、もともと土葬って多くは三門支配官ですね。で、吉光は五戸松即位費用に、 借用を貸してくださいということで土葬から資金を調達しています。さらに吉光は土葬型一週というのを結成させて、この土葬型一週に土葬からの課税徴収を請け負わせています。この土葬型一週に対して、取り立ててえ,えよと。お前の資金を取り立てると。で、うちに送ってくれたら余った分、自分のポップをに入れていいからと。 そうしたら土葬方一周からすると、幕府をバックに、この土葬の連中から金を絞り取れるという、まあ、幕府にとっても土葬のリーダーにとっても、ウィンウィンの関係、土葬サイドはたまったもんじゃないでしょうかね。ただ、こうやって三門の有力者は幕府になびくわけです。幕府にくっつくと、わしら儲かるやんと。 こうやって、まあ、吉しみついうのは、うまく、三門関係者から税金を取り出すということに成功したと。にこの徴税請負制というのが、幕府政治を安定させています。この徴税責任者を農船型と言いますけれども、この農船型を務めてたのは、土葬では包帯の人間、酒屋では俗人の人間がやってるんですけども、こういった土葬や酒屋、ここからの税金を、この農船型が請け負うと。 とというシステムはは幕府財政にとってては実は安定化しているとこれ、朝鮮の使者は、日本国王は国の財布がないと、全部承認にやらせてるっつって,って、いや、ボロボロやなと言ってるんですけど、どうもこれ逆なんですね。幕府はこれをうまく利用して、土葬や酒屋をうまく大蔵省にして、財布にして安定させていると。 要するに、こいつら金儲けてますから、そこから税、そこが儲けてる限りは幕府も困らない。で、彼らとウィンウィンの環境を作っときゃ、金融業者が儲かれば儲かるほど幕府も儲かると。で、さらに、この釘や武家の在価これはあの朝廷も含めてね、朝廷や幕府をはじめてた釘や武家の在価を土層に預けると。で、土層の方でそれをまた元手にして商売したら、それで税金も上がってくる。だから、あの、 極端な話、土葬に朝廷や幕府の財政を預けると、朝廷や幕府は金が右派を入ってくると。こういうあの朝廷の、例えばこのクポオクラというのは何か言ったら、結局、幕府の在庫を預かっている幕府のお抱えの金融業者ですね。で金利ミクラというのは同じですね。天皇の財産を管理している金融業者と。と金融業者が で、どういうふうにいくのかっていうのを、清水さんはずあの図にしてはるんで、どういうふうにいくのかと。まず、戦争が出てくる場合ですね、この給付対象者、これが要するにある儀礼に参加する人間です。 でこの儀礼に参加した人間は一旦自腹を切るんですが、最終的にこれというのは要するに国の行事ですから、国から金をもらわなきゃならないわけですで。それをどうやって幕府に支出させるのかというと、まず、小い取り状と、受け取り状とは思いますけども、小い取り状といった方が分かりやすいのは、これはあの、まあ、請求書、領収書兼請求書ですよね。現在のところの。要するに自分はこれだけのものを負担してて、ね、これだけのお金ちょうだいと。 儀式転送は、この儀式の責任者です。儀式転送は、切り札を、この切り札というのはあの手形ですね。切り札を引き渡します。で、この給付対象者は、この切り札を幕府の総奉行に送ります。幕府の総奉行は、これ、これ、万所ですね。万所に設置されている幕府の総奉行は、支払い命令を万所の奉行人に、えー、送ります。で、万所の奉行人は、 署名下半を加えて、この切り譜を返します。さらに総務業も署名下半を加えて、切り譜を給付対象者に返します。で、これをクポをオクラに持っていくと、現物が支給されると。ただ、問題はここで、あの、こい取り場からこの切り譜になるときに1割ほど抜かれるんですね。で、これを提出するときに、提出して、 そうこの辺でまた、あの、礼金が抜かれていくという形で、この辺が礼金抜くんですね。この給付対象者からすれば、この礼金を断ると、切り譜がもらえない。あるいは、総奉行への礼金を断ると、署名下半がしてくれない。そういうことが起こりますんで、なくなく渡すわけです。これは逆に総業、総奉行や万所奉行人というのは、特別な財産を持ってるわけじゃないんで、彼らは。 これが実は彼らの食い縁だったやつですね。給料というのはこれですね。土地も持ってますけども、彼らは戦争で土地を増やすことないんで、こういったところから金をこうしぼしぼと取っていくという、そういった形で臨時の収入になるということですね。で、このシステムを個別下業方式と言います。これを個別下業方式と。 個別下業方式と言いますこの個別下業方式が取られるのは、この転送と直接やり取りのできるそこそこ地位の高い人間ですね。だから、苦行レベルの人間はこうやって金をもらいます。ところが、下級の人間になると違うんですね。下級の人間になると、基本的にこの分配役がまとめて申請し、受け取って、それを肝心に分配して、この分配役ついうのはまあリーダーですね。 この下級幹事たちのリーダーです。下級幹事は直接幕府とは交渉しない。この分配役を通じて交渉する。転送が絡まない場合は、これはあのこういうこまぐまとしたものは幕府が絡まないです、ね。だから分配役は、中心状を弁官に提出すると。お願いしますと。それは長橋の局、ね、高等内氏に送られると。これあの天皇の,、えーまああのですね、入管の一人ですね。 この高等内室は天皇の女房の中で金関係を扱う人間です。で、これが実は金利ミクラと結びついてるわけです。中心状がこっちに行き、同時に分配が恋取り状を長橋局に提出します。長橋局がこの辺に手を回して、ここからこう回って支給しまとめて支給した 今度はこの漢人たちが小取り場を分配役に出して、で、分配役がそれを分配するという形になっています。なんかこれ、朝廷だけで全部あの終わってるんだと。このシステムについては図がなかったんで、久水利一さんの、えー、専門的な書物である、この中世、天皇家の作法と律令制の残像から、うん、取ってます。ちなみに私、これの、えー、日本史研究705号,、ま、70号で、この久水の書評を行っています。 次、分配役を介した武家が、あの武家から金を出す場合ですね。武家から金を引き出す場合、どうするのかという場合です。分配役。で、えー、まず、分配役は、下級幹事の分配役が中心場だし、中心場が長橋に行くのはここまでです。ここから先ですが、ちょっと違う手、えー、長橋の坪では、この動きがあらかじめ見込まれている場合、金を金利ミクロじゃなくて、このクポークラから出したい場合は、 この女房奉書を奉行に送ります。で、あのこの間には天皇や院とのやり取りがあります。で、えー、奉行から、えー、この女房蜂書と中心上この中心ですね、これが交付に返っていきます。で、分配役を出す。で、分配役はそれを受け取って、これとともに支払い催促を行います、真所に。真所は命令を、クポオクラに命令を出して、クポオクラから分配役に金が行きます。 で、これを分配し、えー、こう,いう取り場が出されて分配が行われると,ということになります。転送が置かれた場合は、もう少し動きがややこしくなります。ものすごいやこしいなります。まず分配役さん。この人は金をくれと。この漢字を代表して、えー、中心上を出します。武行は、えー、この中心の末上を長い質問で出します。で、院や天皇の応制を受けて、女房褒章を出します。で、この武行は、 今度はこの中心上を転送に送るケースがあります。これはあの話が大きくなる場合ですね。転送というのは上級貴族ですから。からこの分配役は直接実は転送にこう中心に出せないです。必ずこういうふうに行ってから、こっからこう行って、で、行ったよと、仏教にも分配役にもお話が行ったら、今度は分配役はこい取り状を転送に出します。転送はこの切り符を送ると同時に、まんころに 最速を行います。で、満どころからクポオークラに命令が行き、転送がもらったこの切り札をクポオークラに送ると、この切り札に応じてクポオークラは分配役に金を支給すると。漢字たちは小い取り状を出して、それに合わせて分配役が分配を行うという形になります。この動きを見てて面白い通貨のあれなのは、まあ、そらく確かにあの、 伊勢氏が力を持つのは、ここを抑えてたら、そらこいつら強いわなと。ここを抑えてたら、そら強いわなと。要するに、これを抑えてるわけですね、伊勢氏というのは。タミさん、総う,う話が言ったけどあっ、つまり伊勢というのは、ここを抑えてるわけねと。だから、この、えー、室町時代の後半になってくると、もうがっつり伊勢氏が、あのこの真んどころ、つまり、 これは朝廷の場合はこうですけども、い、まあ、わばあれですよね、幕府のえクポークラをこうリードしているのは伊勢市だから、それはまあ伊勢市強いわなという気がしますよね。土葬型一蹴のが出てきましたね。はい、土葬型一蹴というのは、これは土葬がやるんですか土葬です。土葬の中の一部です。 土葬の中で、まあ、幕府偉えな人間が土葬が第一種として、まあ、土葬への徴税権をそのから取り立ててそれを幕府に上納しなさいとその時に余剰分はあげますよとじゃ有力な業者に業者からの金集めをやらせるだからいわばあれですねあの銀行協会から金を取るのにメガバンクにやらせるという漢字うにその税金を取らせると。 あそういう漢字役を作っておくわけですね。そうです武士が自ら取りに行ったりはしない。うん、そんなことやったら多分三門と喧嘩になる。ところが、あのそういう三門の中の一部をそうやって、あのこれ、経済的な面では土ど佐どかれしですが、これを政治的なものだったら三門らて門んですよね。三門の中の総兵の有力者を幕府との、幕府もバックアップに挙げてあげるよというふうに言うて、うん、三門のこういう。 あのいわゆる総兵集団を幕府の武力に入れてしまうとか。か三門側にもメリットがあるんですかそれは幕府が今度は味方になってくれる裁判とかの時に。ああなるほどそういうところでね。三門の利権が幕府に取られたというわけではないんです。そうなんですよ。室町のときはそういうウィンウィンの環境をものすごくうまくやるんだなという感じですね。 業者の土層酒屋さんもみんなもたれ合ってうまくこといくわけですねそうですねまあ、幕府とくっつくといろいろなんて幕府の裁判がああですから有力者の言うことをすべて聞く頑張った者が報われると <laughs> 頑張ったかなあかんわけですねここでそうです頑張らんかっかんです <laughs> で、このシステムを吉光が考えたんですそうですね吉光の頃に三毛は同じ幕府の味方になるわけですよ 私は今考えてるのは、義則さんの時に幕府の権力がかけたから、三門があの手のひら返したんじゃなくて、あれ、あの三門騒動、義則の三門騒動ってあれどう見ても、三門が幕府に甘えすぎて、で、義則にぶち切れられたというのが多分正しいんじゃないかなと思ってます。三門騒動に殺されたやつだって、大半が義則の奨励院なんですよ。奨励院の関係者が処刑されてるんで。 多分やりすぎたんだなと。吉則の権威を加担にして、伊勢家というのは、まんどころをさえて、その財政支出の手続きの部分を抑えているから。強<い>ここでちゃんとしてもらわないと、金がもらえ、出てこない。で、それを手こにして、伊勢家、伊勢氏は、ですね、あの、吉本、吉本以降は、このまんどころだけじゃなくて、法公衆や申出議衆に大量に送り込んで、御室町幕府の外交、大名との外交関係とか。 あのブロックまで押さえちゃうと。